武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は京都産業大学の国語の勉強について話していきたいと思います。国語ですが、3科目型は大問3題、で2科目型は大問2題の構成となっています。で時間はどちらも80分ですね。で、問題の形式はオールマークになっています。で、まあ、問題の難易度としてはですね、かなり基礎的な内容、基礎標準的な内容が中心なので、日大レベルの参考書しっかり仕上がっていれば大丈夫だとは思いますが、センターの対策など一切してない場合は、日東駒線参勤交流の現代文などあたりをちょっと追加しておくなりして、ちょっと次第の現代文になれる練習など挟んでおいた方がいいかとは思います。で設問の構成としては、漢字の書き取り、ただマークなんで、実際に書くわけじゃなくて、同じ意味の漢字選べみたいな問題ですね、あとは内容説明や空所補充、ですね。で古文に関しては、人物指摘の問題なり文法の問題なり、口語訳答える問題なりと、要は、オーソドックスな読解問題ですね。で文学誌、出ておりますので、文学誌、大した対策は正直作品自体有名どころなんで、文学誌一冊やっておけば、点にはなるので、稼ぎおきたいなって人は、やっておきましょう。なので基本的には日大レベルの参考書をしっかり仕上げて、あとは過去問しっかりやり込んで、で選択肢の読み込みしっかりやって引っかかりに引っかからないようにやっていけば、基礎的な勉強をしっかりできていれば十分対応できますので、なんていうか変にその選択肢だけ引っかかったりしないように、誤っているものを選べとかそういう問題もあるので、そのあたり聞かれているものに対してちゃんと答えるっていうことをですね、問題を解き慣れておいてやっておけばいいでしょう。なんとなく偏差値がこのレベル取れてるからといって実際の読解問題過去問題当たるかどうかっていうのはまた別の話なので、しっかり過去問読んで解いてみて実際解けるかどうかっていうのを確かめながらやるようにやってみてください。以上が国語の勉強となります。